お待ちくださいませ。この後すいません、チューニングが入ろうと。カポ渡りで、カポつけたりよかったね。すいません、この間に食べとこうかな。カーテンドリーやったら朝まででも大丈夫。ギターを持つだけでこの人人変わりますのでね。はい、ということで、今日は随分この1週間この私がライブを見に行かないで今日の日のためにまた一人カラオケに行っておりました。家でも弾いてますのでご近所中に聞こえてると思いますが、クレームもなくなんとかなっておりますけれども、いつもねミクシーでちょっと夕食なんかを私写真貼ったりするんですけど、あちらにおられるご近所のお嬢さんのところに毎回毎回お菓子が、行くというね、ゆき様、あなたの話をしてます。あのご近所に住んでる強みといいましょうか、あのお母さんのように、おでんするならそろそろ食べたいなとかいろんなことを言っておられる方がおられますけど、そんな感じでご近所ではお母さんになっておりますけれども、ママって言うたらここで。はい、ということで、あ、緊張しますね、このまま何を喋ればいいのやら。